は大変お待たせいたしました。ただいまより 3.11 を祭り黙祷セレモニーを行います。まず一番この 3.11 を忘れないの大会会長である横浜商工会議所副会頭川本盛彦様からご挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは。今日は311を忘れないこのもとに黙祷を捧げるために多くの方にご参集をいただきました。ありがとうございます。早いもので5年の年月が流れようとしております。数多くの方が犠牲になられまして、そしてまた数多くの方が未だ行方不明、さらには大変多くの方の傷がまだ残ったままであります。私どもはこの3月11日を忘れてはなりません。3月11日この日の意識を高め、そして私ども自らが防災そして減災こういったものへの意識を高めていく、これが非常に大事であります。今日のこの黙祷の集いといいますか、つまりが皆様にとって有意義なものになり、さらに先ほど申し上げましたように防災減災の意識も高揚になっている会の日本最後のアウトになります。今日のこの日が皆様にとって有意義になることを記念し、冒頭のご挨拶に返させていただきます。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。続きまして大会名誉会長であります神奈川県知事黒岩雄二様からご挨拶を申し上げます。ご紹介いただきました神奈川県知事の黒岩雄二です。 3.11 を忘れないこのイベントにこんなに多くの皆様が駆けつけてございまして誠にありがとうございます。今この直前まで神奈川県の本庁舎の大会議場でこの同じテーマでシンポジウムをやっていたところであります。もう5年が経ちました。しかしまだまだ終わっていません。この被災県から神奈川県内に4000人近くの方が未だに避難されていらっしゃいます。そして神奈川県からも被災県に職員が派遣されていて、そして皆さんの復興を助けていきます。神奈川県の職員が7名、そして神奈川県庁の職員として任期付きで採用した職員80名近くを今お送りしているところであります。これは全国の都道府県の中でダントツに多い数字であります。しかしまだまだ復興道半ばということであります。その中であれだけの大きな震災いつここに来るかわからない、そのためにはやはりあの 3.11 を我々は忘れてはならない、そんな思いを皆さんともに新たにして災害に強い神奈川づくりを皆さんともに目指していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。皆さん誠にありがとうございました。ありがとうございました。本日は被災3県の行政の方にもお越しいただいていますのでご紹介させていただきます。岩手県より坂本誠一様、宮城県より吉田圭様、福島県より中村修司様、またご講演をいただいた横浜市より横浜市会議議長梶村鶴様、横浜市副市長渡辺勝則様にお越しいただいております。ありがとうございます。それではそろそろ時間ですので大会会長のご発言により黙祷を捧げたいと思います。皆様ご協力をよろしくお願いいたします。まだお早いようで、一言ずつ頂戴いたします。
件でございます。先ほど神奈川知事さんをはじめです、ね、皆様から大変温かいお言葉をいただきました。8歳から5年ということでございまして、その間、神奈川県の県民の方々、全国そして世界中の方々から、ご支援をいただきまして、まだまだ道半ばではありますけれども、被災地はですね、今高台建の造船が整備が進んでおりますし、浸水をした市街地の草原工事も、徐々にでありますけれども進んできております。そういった市街地には今、かつての商店街の建物が少しずつ建ち始めております。ホテルなどもですね、立ち始めて、皆様がお越しできるような、そういうような環境が徐々に整ってきております。しかしながら、まだまだ岩手では、2万1000人余りですね、方々が仮設の住宅に住んでおります。その人方々のですね、最後の一人まで、一人一人の復興ができるように、努めております。変わらない支援を今日はお願いいたしまして、御礼の言葉といたしたいと思います。本日はどうもありがとうございます。宮城県でございます。大変本当に皆様にお世話になっております。支援をいただいて精一杯頑張っているんですが、まだまだやることが山積みでございます。ただ今日のように皆さんからいただいているご支援というのを決して忘れず、特に我々県職員、支援慣れせずに一つ一つ前に進んでいきたいと思いました。ぜひ今後ともですね、末永く宮城、東北のことを皆さんちょっとでいいですから思い出していただいて、少しでもご支援いただければ、我々も東北それから日本の未来につながるようなを果たしていきたいというふうに思っております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。